はい、どうも皆さんこんにちは、ニエラです。本日はですね、総流2回でテオテスカトルを5分台簡単攻略ということで、その方法を紹介していきたいと思います。結構意外、意外じゃないかな、割と最近1回流行ってはいたかなっていう感じの構成なんですけど、まず装備がこちらになりますね。カイザー、バイク、レース、スパイア、金色に、野党、月影になります。まだね、野党、月影使い道はありますので、使っていくと。で、5石は能闘術がスロット2、能闘術2のものに中ストローが2つのものを使っています。で、野党、月影の100でスキルが総理の達人になります。まあ、これが一番大事かなと思います。スキルが、攻撃3、見切り3、懲戒侵略とか達人で能闘術投資しよう。で、1ストロー余ったところにね、非耐性を持って、まあ、できるだけあのスリップダメージとかを減らしていこうよっていう感じの編成になっております。でね、お供も特に意識してないです。このイルカとメルには普通にガルク、アイルで行ってるんですけど、両方とも最初にあのゲームを始めた時に、まあ、作るお供ですね。こいつも別にただのガルクですね。まあ、爆破が一応手を通るということで、まあ、爆破武器を持たせてるかなっていうぐらい、まあ、でも全然別にこれは何でもいいと思います。で、死にたくないんで薬人の巻物で回復して戻って、でこの猫もヒーラーの猫で、まあまあできるだけ回復してくださいよと、自分で回復したくないんでね、そういう感じの編成になっております。別に全然タイムアタックとかの要素もないと思います。やっぱね、総流は非常に強力ですね。で、猫飯が、こちらになります。これ、短期催眠非耐性だ弱いの恋で、まあ強いの恐縮ないんで弱いの恋と、まあ短期催眠はまあ固定ですよね、ほとんど。で、やっぱり非属性のダメージを減らしてね、非耐性大。で、元々の防具の非耐性が高い人はここ防御術大とかでもいいんじゃないかなと思います。僕としては非耐性、どっちかってなると非耐性の方をおすすめしますね。で、こんぐらいかな。バフも別に足りてないんで、まあ、怪力の種を途中食うかなっていうぐらいなんですけど。まあまあ、早速見ていきましょう。開幕だ。はい、それでは見ていきましょう。まあ、まずはね、マップを広げて、まあ、全体の位置を確認しまして、サブキャンプ2の方に飛んでいきます。これはクグツチグモを取りに行くためですね。もういきなり総流から入ります。テオテスカトルがね、まあ、爆炎か鱗粉かまとっていることがまあ最初多いので、まあ、それを解除する意味でも、まあ、総流から入ってもいいんじゃないかなと思いますね。で、ここなんか2番か9番か分かんないけど、ここにあるんで、まあ、これを取ってそのままラージャンの元に向かいます。で、これね、ラージャンじゃなくて八ヶ岳の時もあるんですけど、まあ、その時も、まあ、同じようにクグツチグモを取って八ヶ岳のところに行けばいいのかなと。ただね、八ヶ岳の総理はクソ底なめくじなので、ちょっと5分台は厳しいかもしれない。ラージャンと同じぐらいの力はちょっと期待できないですね。で、ラージャンは、確定でここにいます。7番かな。で、怪力の種をさっきのタイミングで貯めて、まあ、かけり虫も1個増やしておくと。まあ、このエリアでも、いや、このエリアはね、でも、後で使うこともあるから、やっぱさっきのエリア、9番か。で、かけり虫取っておくといいと思いますね。で、今回、テオテスカトル11番にいるので、まあ、そこに向かっていくと。で、マガマガとラージャン2体いますけど、ラージャンから先にやりましょう。で、マガマガが最初弱いので、そういう。時間取った方がいいです。で、僕いつもここで1回ね、弱攻撃の下入力で雷属性やられしてますね。まあ運良ければスタン、運良ければまあ総理が終わったってしまって、まあ、今回無理だったんですけど。で、しっかりここで、打ち切るんじゃなくて1回かけり虫を回復すると。で、まあまた打っていく。ちょっとね、もう一発どうやら打てるらしいんだけど、俺のこの入力速度の速さじゃ、まあ8発ビーム8発と総理を終わった1回だった。で、まあここからまあ2、3分は普通に殴る時間ですね。で、ここね、もうちょっとイヤイバットの待機時間終わっちゃうということで言ったんですけども、まあ、基本的にやっぱイヤイバット基準がおすすめです。もう赤字だから。で、このモーションの時右側が安全なので、ちょっと、まあ、頭にかぶとを入れると。これで鱗粉まとえを解除できましたと。人粉かな、まあ、どっちでもいいけど。
で、まだ総流待機状態にしないといけないので、まあ、兜割りをひたすらに使う。で、こういうね、右にくい攻撃は、まあ、無理に刃と記事にしなくてもいいです。で、ここでテオテスカトルがなんか真ん中に行ってしまうと、まあ、エリアの端の方だったからね。こいつ自分で行ってくせに何戻ってんだよって感じですが、まあまあまあ。この辺は本当に、まあ、頑張るだけ。まあ、そんなに、プレイスキルが必要なことはないので、でここね、テオの方向すぐ来るから早くしないとと思ったら逆に自分が早すぎたやつですね。で今のあの小月がテオで使ってるシード最強の攻撃ですね。あの早すぎて見切れません。でこの時もね、兜割りいけるんですけど今ゲージが溜まってないので無理と。もう本当にタイミング合わせて刃と剣を入れてくるだけ。でここミスったんですよね。なんとミスったんですけど、まあ運よく出してくれると。で5回目かな多分今の兜割り、だいたい5回ぐらいで、まあ、そういう待機状態になりますね。でね、やっぱり5分台ぐらいで行くミソは最初のエリアからテオテスカトルを移動させないことですね。まあ、移動されると面倒だし、まあマガイマガドも遠ざかっちゃうので、まあ最初のエリアでソウル待機状態にしましょうと。でここ、一回ここで待機して突進に立っています。で近くにカキリムシがあるのでこれを取りますね。マガイマガドの、ね、方でカキリムシ近くにやっちゃうとこのソウルの判定取られちゃうので、まあ、テオテスカトルの方にカキリムシの近くちゃんとカキリムシの近くに置いておきましょう。でさっきのラージャンと同じで、まあこれ出が早くて強力な技を打っていく。でしっかり打ち切るんじゃなくてかきりむしを1回回復させてからこの総流大技待機状態に入ると。でここで1回突進に立つ挟んでまた回復させて攻撃、ただ多分これ以上無理だからもう大技打ちます。まあ、マガマガは6回ぐらいかな、なんか入力早かったら7回いけそうな気もするけど。でこれでもう弱りましたと。テオにねそんなに柔らかい肉質がないので、その分、まあ、なるはたとかみたいな柔らかい肉質がないんで、まあ、やっぱ総流がその分刺さりますよと。これも見過ぎました。でこれもちょっとね、もうちょっと左側でジャンプできたらよかったんだけど、見過ぎだった。でこの後テオテスカトルがなんかこう首ワーンってやるモーションの後はねいけるので、いやいやときじゃないや、カブト割り、まあ、それも利用すると。で走行言ってる間に終わりました。5分29秒。まあまあこのことでちょっとなんか体力少なかったような気がするけど、まあ安定して5分、まあ6分、まあ7分かかることはないかな。5分6分って感じですかね。まあ以上になります。いかがでしたでしょうか。まあね、テオテスカトルの素材必要なことも多いし、あのエンリューの人糞落とし物なんですけど、それがね2スタックで落ちて、マカレンキ回すにも非常に効率がいいということ で僕さっき落とし物拾えなかったですけど、総流で、まあ、あれも本来拾うので、まあまあ素材集めにもいいし、まあ、総流で、まあ、結構体育の2割3割は削れてるんじゃないかな、もっと削れてるかな。まあ楽ができますよということで、これで終わります。ぜひね、良ければチャンネル登録よろしくお願いします。それではお疲れ様でした。